最後まで手に汗握る激戦制して今の気持ちはいかがでしょうか。沖縄最高。第4クォーター全員のエナジーが結集してのこの形となりました。ヘッドコーチの目線からどう見てましたか。いや本当にいろんな選手が出てきて一人一人がその役割を本当にやってくれて本当にチーム全員の勝利だと思いますし、本当に今日ファンなしではもう最後の4クォーターのなんかこぼれたやつがシュート入ったらまたなんかみんなの気持ちが乗り移って入ったシュートだったので、でもあと必ずやっぱ一勝しないと横浜いけないんでもう一回お願いします。最後第3クォーター9連続ポイント相手に許す中で厳しい時間もありました。あの時はどんな思いだったんですか。いや僕はほとんど今日何も言ってない。選手たちが我慢すれば先週 の本当に経験生かしてたので、本当に我慢強くみんな声かけ合って本当にチーム一体となって勝った勝利でした。はい、この自信を深めた中であさって挑みます。ルカヘッドコーチのアルバルク東京にまずは5部に戻しました。あさってに向けてお願いします。本当にもう気持ちだけ負けないようにして、このエナジーをしっかりやっぱりファンの方が出してくれているのでその元気玉をちゃんと受け取って僕らしっかりそれ使っていきたいので本当にまたもう一試合よろしくお願いします。キングス達也ヘッドコーチでした。強いアルバルク東京相手にまずは星を5分に激戦を制して勝ちました。今の気持ちいかがでしょうか。We feel great. We wanted the fans to bring the energy. You guys did a great job bringing it. Helped us win this game. So we can see them again on Tuesday. 今日は、ヘッドコーチもおっしゃったんですけれども、ファン皆さんなしでは勝ちなかったので、またこれを火曜日よろしくお願いいたします。ロースコアの展開の中で、インサイドで体を張り続けました。どんな気持ちでその攻撃の起点になっていたんでしょうか。Just trying to take what the defense was giving us. You know, we wanted to be aggressive. We wanted to leave everything on the floor for tonight's game, today's game. And that was one of the tactics that we used. やっぱり東京さんのディスアドバンテージのところをついていこうとオフェンスで体を張って一生懸命やりました。昨日に勝るこの大声援はどう感じてプレーされてましたか。Now I feel great. I think we have the best home crowd in the whole league, and you guys today definitely showed that. We thank you very much. やっぱりキングスのファンの皆さんはリーグの中でもトップのファンだと思っています。ありがとうございます。ジェフ・エアーズ選手でした。今この歓声どうお聞きになってますか。
いや本当に素晴らしく、自分たちがやりやすい環境でバスケットボールができて本当に幸せだなというふうに思います。どっちにこう流れが転ぶか分からない中で の, あの第4クォーターのシール、あそこはどういった気持ちでシールをして決まった瞬間どんな思いでしたか。え、フリースローですか。あ、スチールですね。あ、スチールスチールか。いや、やっぱり基本に立ち返って、ディフェンスを前からプレッシャーかけるっていうのが非常に大切だなっていうふうにこういうビッグゲームを通して思えたので、それを全員がやってくれたんで、今日の勝利があると思います。そしてルーズボールに飛び込んだ須田選手がそのスリーポイントを決めました。この須田選手に関してはいかがですか。いや本当にもうみんなの思いが乗っかったシュートじゃないですかね。本当に須田が素晴らしく決めてくれたのでよかったです。ありがとうございました。橋本選手でした。